砂時計で一定の時間を計ることができる。初期の計時器具の一つ。時計の歴史では、古代から現代に至る時計の歴史について記述する。何千年にもわたって時計は、時間を計り、その経過を追うために用いられてきた。現在使われている60進法の時間単位は、紀元前約2000年に、シュメールで考えられたものである。1日を12時間2組に分けたのは古代、エジプト人で、巨大なオベリスクの影を時計に見立てたことが、起源である。彼らは、ルクソール近郊にある、アメンラーの地でおそらく最初に使われたとされる、水時計も作っている。水時計は後に、エジプト以外でも用いられるようになり、古代ギリシアではこれをクレプシドラの名で呼んでいた。同じ頃、古代中国の殷では、水が溢れる仕組みを利用した水時計が発明された。この水時計の技術は、メソポタミアから、紀元前2000年頃にもたらされたものと考えられている。その他、中国、日本、イギリス、イラクでは、ろうそく時計も使われており、インド、チベット、一部ヨーロッパでは日時計が広く使われていた。砂時計も使われていた。初期の時計は日時計が多く、曇りや夜には使うことができなかった。よく使われたのは、グノモンと呼ばれる形のものであったが、あくまで日時計なので、緯度で値が変化した。時計に脱針器を初めて用いたのは8世紀の中国であり、水時計にギアと重りを組み込んだのは11世紀のイスラム教徒であった。脱針器に王冠歯車を用いたのは14世紀のヨーロッパで、16世紀にゼンマイ式の懐中時計ができ、18世紀に振り子時計ができるまで長い間使われた。20世紀になると、クォーツ時計、さらには、原子時計へと置き換わっていった。クォーツ時計は作るのが簡単で正確なので、腕時計によく使われた。原子時計はこれよりも、はるかに正確なので、国際標準時間、国際原子時を決めるのに使われている。原子時計は、協定世界時にも使われている。ストーンヘンジは、夏至の日の出が、中央から昇るように作られている。暦が使われたのは、最終表記の狩猟採集社会においてであり、棒や骨などを使って、月の位置と満ち欠けを観察したのが始まりだった。先史ヨーロッパを中心にストーンサークルも多く、使われており、春分、秋分や夏至、冬至の見極めに用いられた。その代表がストーンヘンジである。ただし、これら巨石文明の時代には、文献資料が残されていないため、その役割はあまりよくわかっていない。多くの古代文明で太陽や月などの天体観測が行われており、それをもとに時間、日付、季節が決められていた。現在広く世界で使われている60進法の時間単位は、約4000年前の古代メソポタミア文明、及びエジプトで考えられたものである。時代的には後になるが、60進法はメソアメリカでも使われた。1日の時刻の測定に使われた初めての時計は日時計だった。最も古いタイプの日時計は古代エジプトで作られており、緑色片岩を加工したものだった。紀元前3500年頃に作られたオベリスクもまた、日時計の役割も果たしていた。パリのコンコルド広場にあるルクソール神殿から移設したオベリスクエジプトでは、日中を10に分けていた。オベリスクはそれに合わせて作られており、エジプトの人々は午前と午後を、あるいは季節を読み取ることができた。紀元前1500年頃には日時計の影を作る部分が T 字型になり、その形の歪で時刻の補正ができるようになった。ただし、形をどれだけ工夫しても、日時計は曇りや夜など太陽が見えていない時には使えない。そこで、エジプト人は、水時計、砂時計、天体図などを使って、時刻を知ろうとした。水時計に関して残っている、最も古い文献資料は、紀元前16世紀のアメンエムハトの墓碑銘で、この内容から彼が、水時計の一つを、発明したと考えられている。いろいろな水時計が考案されており、中には、非常に複雑な構造のものもあった。その一つは、容器の底に小さな穴が開けられたもので、水面の高さから時間変化を読み取ることができた。有名なのは古代エジプト第18王朝の第2代、ファラオ、アメンホテプ1世の墓で見つかったもので、おそらくこれが古代エジプトで初めて作られた水時計である。砂時計も古代エジプトで発明されたものと考えられており、その原理は今のものと同じ2つの容器を細い管でつないだものであった。水時計と砂時計の大きな違いは、水時計は流れる水の速度が水面が低くなるにつれて次第に遅くなるのに対し、砂時計はほぼ一定速度で砂が落ちることである。この砂時計は逆さにすれば再び時を計ることができるものであった。このほか、星を観察しての時刻測定も行われた。例えば、メルケットと呼ばれる鉛直線を求める装置や、紀元前600年頃になると北極星から南北線を見つける装置を使って、鉛直線や南北線と星との位置関係から時刻を割り出すようになった。古代ギリシャの発明家クテシビオスが、紀元前3世紀に発明した水時計、クレプシドラ。古代ギリシアでは、水時計が使われており、クレプシドラと呼ばれていた。語源は鉄を意味する、クレプテンと水を意味する、ハイドアである。プラトンは、クレプシドラを応用した目覚まし時計を発明している。プラトンの目覚まし時計は夜に水を注ぎ始めると朝になって容器から溢れた水の力で銅の玉がたらいの上に落ち音が鳴るというものであった。彼の作った学校アカデミアの生徒はこれを合図に起床したという。別の説では複数の容器がサイフォンの仕組みでつながれており、最後の容器がいっぱいになると空気が押し出されて、笛が鳴る仕組みだったという。ギリシアと新バビロニアでは、天体観測による時刻測定も行われていた。古代ギリシアの天文学者、キュロスのアンドロニコスは、紀元前1世紀、アテネの風の塔と呼ばれる建物に一計、水時計を設けている。ギリシアでは、昔から裁判の時間測定に、水時計クレプシドラが使われていた。後の古代ローマでもこの時計が使われた。この記録はいくつかの古文献にも記されており、例えばプラトンは、著書、テアイテトスの中で、人々は、水の流れにせかされてついつい早口になると述べている。また、アプレウスは、変容の中で、法廷の役員は、検察側の証人を呼ぶ時刻になったと大声で、叫んだ。演壇に登った老人を、私は知らなかった。彼は、時計の中の水が空になるまで延々と話し続けた。球体の中の水は、細い管を、ゆっくりと通りながら、すっかり流れ出てしまったのである。と描写している。アプレウスが描写しているのは、数ある、水時計の中の一種である。このほか、そこに小さな穴が開いたたらいを水に浮かべ、そのたらいが水に沈むまでの時間を測るタイプのものもあった。クレプシドラは室内でも夜間でも曇天でも使える便利なものであったが、正確さには欠けていた。そのためギリシアではこの改良が盛んに試みられた。そのため時計の正確さには及ばないものの、紀元前325年頃には大きく改良され、1時間単位でかなり正確に簡単に読み取れるようになった。クレプシドラに共通する欠点は水圧だった。つまり、はじめに水がたくさん入っている時は、流速が高くなり、水が減ってくると流速が落ちるのである。この対策が、紀元前100年頃からギリシア、ローマを通じて、時計職人の間で研究され始めた。水圧が一定となるように、タンクの形を工夫することが試みられた。この改良により、水時計の正確さは大いに改良され、1時間ごとに鐘が鳴ったり、時計の戸が開いて、中から小さな人形が出てきたりするような仕掛けが組み入れられるようになった。このほか、温度が与える影響も馬鹿にならず、水が冷たいと流れ出るのに時間がかかり、時には凍ったりするが、彼らはこれを改良することはできなかった。ギリシア時代とローマ時代を通じて、水時計の技術は大いに上がったが、人形も使われ続けた。数学者で、天文学者のビチュニアのテオドシオスは、緯度の影響を補正する人形を発明したとされているが、その詳細は伝わっていない。この頃、数学書や文学書の中で、人形に関して述べられたものがいくつかある。著書、建築についてで知られる、ローマの建築家ヴィトルヴィウスは、日時計グノモンの構造について解説をしている。ローマ帝国の初代皇帝、アウグストゥスの時代には、アウグストゥスの人形と呼ばれる巨大グノモンを建設している。これに使われたオベリスクは古代エジプトの都市、ヘリオポリスから運ばれたものである。アウグストゥスは、カンプス・マルティウスのオベリスクを使って、アウグストゥスの大通人形も作っている。古代ローマの博物学者、ガイウス・プリニウス・セクンドゥスの記録によると、ローマに最初の人形が作られたのは、紀元前264年のことであり、シチリア島の都市カターニアからもたらされたものである。ただしこれは、シチリアとの緯度の違いを考慮していなかったために当初は、不正確であり、後に改良されたと記録されている。水時計ジャザリーが発明した水動力の時計、象時計、1206年20世紀の中国科学史家、ジョゼフ・ニーダムによると、メソポタミアから中国に水時計が伝わったのは、紀元前2000年から紀元前1000年頃の殷の頃である。漢の時代となった紀元前202年、水時計は、外流式から浮きと連動して、バーが動く、仕組みの内流式へと徐々に置き換わっていった。後漢の科学者、張衡は、水時計内の水の流速が、タンクの水位で変化するのを改良するため、タンクと水時計の間に予備タンクを設ける工夫をしている。南北朝時代の紀元550年頃には、オーバーフローさせることによって水位が一定となるタンクが水時計に利用された。その詳細が後に、沈活によって記録されている。隋になった610年頃、高順と宇文泰は、水時計に初めて竿ばかりを組み込んだ。ジョゼフ・ニーダムはこれを評して、水時計に竿ばかりを組み込んだことにより、推測を好きなように調整することができるようになった。当時は昼と夜とで時間の刻み間隔を変えていたが、それにも対応できるようになった。オーバーフロータンクも必要なくなったと語っている。紀元前270年から紀元500年の間、ギリシアのクテシビオス、ヘロン、アルキメデスや、ローマの時計学者、天文学者らはより精巧に水時計を改良していった。特に、流速を一定にすること、表示を見やすく華麗にすることに力が入れられた。例えば時間が来ると鐘を鳴らしたり、小窓が開いて人形が出てきたり、針や文字盤が動いたりするものであった。製図と組み合わされたものもあった。非常に凝った作りの水時計の一つに、アラブ人によるものがある。特に、ジャザリーが1206年に作った水時計は当時、他のどのものよりも優れていると謳われており、彼はこれを、象時計と名付けて解説書も作っている。これは一年を通じて使える仕組みになっている。この時計にはタンクが2つついており、上のタンクは時刻表示機構とつながれており、下のタンクは圧力調節器につながれている。夜明けに合わせて水のコックを開けると、上のタンクの水が圧力調節器を通して下のタンクに流れ込むので、圧力が常に一定になるようになっている。時計ろうそく時計の一つ、火時計とは何かを燃やして、その燃えた量を調べることで、火をつけてから経過した時間を測る時計である。火時計の起源はよくわかっていない。記録としては520年の中国の古史に書かれたものが知られている。この史によると夜間の時刻を知るのに使われていた。日本でも10世紀初頭には日時計が使われていた。初期の日時計として有名なのは9世紀イギリスのアルフレッド大王によるものである。この日時計は、72ペニーウェイトのロウを使った6本のろうそくを使ったもので、ろうそくの長さは30センチメートルであり、2.5 センチごとに印が付けられていた。1本のろうそくが燃え切るのに約4時間、2.5 センチの印あたり20分であった。火がつけられたろうそくは風で消えないように木枠の箱に入れられた。当時最も優れていた日時計は1206年にジャザリーが発明したものである。これには文字盤がついており、現在と同じような回転接続の仕組みが組み込まれていた。20世紀の科学史やドナルド・ヒルは、ジャザリーの日時計を解説して、彼のろうそく時計は、芯の周りに蓋がかぶせられているので、溶けたろうが安定して落下する仕組みになっている。余ったろうが取り除かれる仕組みになっているので、時間とともに一定速度でろうそくが軽くなっていく。ろうそくは浅い皿の上に置かれており、その重さが滑車を使って、文字盤に伝わり、時を示すようになっている。これほど精巧な日時計はないと語っている。ランプ時計というものもある。燃料油の減り具合で時を見るというものである。燃料油には、すすが少なく品質が安定していることから、主に鯨油が使われた。高度計幕末期の鋼板時計等用には、様々な装飾が施された高度計があった。6世紀頃の中国で使われており、日本の正倉院には当時のものが残されている。なお、正倉院の高度計には漢字ではなく古代インドの文字、デーバナーガリーが刻まれている。このことから、20世紀の中国史やエドワード・シェーファーは、これはインドで作られたものであり、仏教行事に使われていたと推定している。甲からは大きな炎が上がらないので、ろうそくよりも燃え方が安定しており、火災の危険も小さい。いろいろなタイプのものがあるが、最も多いのが線香を用いたものである。この線香時計に使われた線香は、線香時計専用に調整されたものであった。凝った作りのものも多くあり、例えば一定長さごとに重りが付けられていて、時間が来るとその重りが落ちてドラなどを鳴らす仕掛けのものもあった。時計自体にも凝った装飾が施されていた。線香の香りもいろいろなものが使われており、一定時間ごとに香りが変わるものもあった。長時間使える渦巻き状のものもあり、寺や家の天井から吊るして使われていた。日本の芸妓はサービス時間を線香時計で測って料金を計算していた。線香をもっと複雑な文様に形作ったものも使われた。宗教的な目的に使われたことが多く、その他には集会で使われたり、学者らに使われたりした。そのような線香は、溝が掘られた木や石で甲を成形して作られたものである。種として中国で使われたが、日本でも一部で使われたことが知られている。ある時間が来ると、特別の香りがするように作られたものもあった。燃え尽きるまでの時間は、線香の長さと比例し、12時間ぐらいから1ヶ月ぐらいになるよう調整されていた。初期には木や石の型が使われていたが、宋の頃には金属の型が使われ始めた。金属だと微細な加工が可能なので、大小様々なものや非常に凝った模様のものも作られた。また、小型のものもよく使われるようになり、贈答品などにも用いられた。これらの文様線香時計は、現代の時計収集家にも珍重されているが、そのほとんどは、博物館や寺などが所有している。水時計へのギアと脱進機の組み込みイケル賞が、発明した時計台の構造図。イケル賞の辞書に掲載されたもの。脱進機が時計に、初めて使われたのは、唐の長安においてで、密教像で、天文学者の一行と役人の遼寧さんによる、ものだった。天文道具を時計に応用したもので、同時代の人が次のように描写している。この装置には、赤道と緯度線が描かれた天体図が組み込まれている。この装置に水を注ぎ込むと水輪が自動的に動き出し、1日に1回転する。また、太陽と月を意味する輪がついており、動くようになっている。そして、水タンクの水面には、木製の箱が浮かべられている。この位置を利用して、日出と日没、月齢などを表示させている。さらに一刻ごとにドラを鳴らし、四半刻ごとに太鼓を鳴らす仕組みになっている。動力機構は箱の中に入れられている。一向の時計は水時計であり、陶器には凍って使えなかった。976年、北宋の張主郎君は、水の代わりに水銀を使い、零下摂氏39度まで使える時計を作った。張主郎君はこの技術を使って高さ10メートルの時計台を作り、4半時ごとに鐘が鳴るようにした。また、1088年、同じく北宋の池流省は、大きさこそ、張主郎君と同程度であるが、天球儀が回転するという大掛かりな時計を作っている。この装置は、チェーンドライブを使って連続的に動かすことが可能となっている。この時計は、首都開封に設置されたが、後に、金の軍によって、金の首都延京に持ち去られている。ただし、金はこの時計を再び組み立てることはできなかった。持ち去られた後、池流省の息子が同じものを作っている。10世紀の張主郎君、11世紀の池流省の時計台は、世界でも初期の鐘付き時計だった。11世紀、アラビア人技術者のイブン・ハラフ・ムラーディは、現在のスペインにあるアンダルスで初めてギアを使った時計を作った。この時計には、優性歯車機構が使われていた。また、1154年、アラビア人技術者のカイサラーニーは、現在のシリアにあるウマイヤモスクに1時間ごとになる鐘付き時計を作った。当時のアラビア人はこの他にもギアトレーンや自動人形が組み込まれた時計も作っていた。アラビア人も中国人と同様、いくつかの水時計に脱進機を使っており、それは大きな重りを使って水圧が一定になることを使用したものであり、それにより水が低速で一定量ずつ流れるようになっている。アラビア語の文献に初めて機械時計の記述が出てくるのは1565年頃のタキー・アッディンの著書機械時計制作における輝ける星 The Brightest Stars for the Construction of Mechanical Clocks においてである。アルジンはこの時計を重りを動力としたものであり、王冠歯車が利用されており、アラームと月齢表示機能が備わったものと記している。1277年から継続して、アラビア語からスペイン語に翻訳されたリブロス・デル・セーバーには、アラビア人が重りを動力源とした初期の水銀時計を使っていたことが数箇所に記されている。ヨーロッパでは、1365年頃にジョバンニ・デ・ドンディがギアを使った天文時計を作っている。天文時計イスラムの天文学者は、アストロラーベを、モスクや天文台で、天文時計として使った。11世紀、宋の天文学者、時計技術者機械技術者の池流省は、首都開封に、水動力式の天文時計を作った。エンドレスで動かせる時計としては、世界初だった。同じ頃、イスラムの天文学者らも精巧な天文時計を作り、モスクや天文台で使用していた。例えば10世紀、アブドゥルラフマーン・スーフィーは、天球儀の時間測定に使っている。11世紀のアブー・ライハーン・ビールーニーや、13世紀に、ムハンマド・イブン・アビー・バクルが作ったのアストロラーベは、とりわけ精巧だった。これらの装置は時間測定器であるとともに、カレンダーの役割も果たしていた。1206年には、ジャザリーが水力式の天文時計台を作っている。これは動作のプログラムを組むことができる一種のアナログコンピュータであった。高さは11フィートであり、時間に関する様々な指標を表示することができた。例えば王道、太陽、月の軌跡なども模型で表示されるようになっていた。季節変動の補正が手動で行えるようになっていた。さらには決まった時間になると、5つの模型人形が水力で動き、それに合わせて音楽が奏でられるようになっていた。水タンクには浮き、圧力調整器、バルブ、プーリーなどが組み込まれていた。14世紀には、イブン・シャーティルが天文日時計を作っている。スペイン・セビリアで作られた。日時計近代的な日時計は、イスラムの天文学者が作ったものを改良して作られた。イスラム以前の日時計は、棒の先端位置を読み取るだけのものなので、季節の変動を補正せず、単に日中の時間を12に分けただけのものだった。そのため見かけ上、冬は1時間が短く、夏は1時間が長くなった。1371年、イブン・シャーティルは、9世紀のバッターニーが考案した三角法をもとにして、年を通して、時間間隔が変わらない日時計を発明した。シャーティルは、日時計の棒を延直に立てるのではなく、地軸方向に合わせておけば、季節の影響を受けないことに気がついた。この考えをもとに、デザインされた日時計の棒は、グノモンと呼ばれる。彼がこの考えに基づいて作った日時計は、最古の地軸型日時計として現存している。ヨーロッパがこれに気づいたのは1446年のことであった。ルネサンス期には、地動説の発見と三角法の発達により、日時計が大いに発達し、大型のものも作られるようになった。1524年に、フランスの天文学者、オロンス・フィネが作った、象牙製の日時計は、現代にまで伝わっている。1570年には、イタリアの天文学者、ジョバンニ・パドバニが、解説書の中で、日時計の設計法について記している。同じくイタリアの天文学者、ギウセッペ・ビアンカーニは1620年頃の著書、コンストラクティオ・インストゥルメンティアド・ハラロジーア・ソラリアで、日時計の作り方の説明をしている。ポルトガルの冒険家マゼランは1522年の世界航海のために、船団それぞれの船に18個の砂時計を乗せさせていた。当時、海上で使える信頼できる時計が、砂時計ぐらいしかなかったためである。この方法は11世紀以来のものであり、方位磁石と共に航海には欠かせないものだった。航海に砂時計が使われていた様子は1338年、イタリアの画家アンブロージョ・ロレンツェッティが、アレゴリー・オブ・グッド・ガバメントの題で描いている。15世紀以前には、砂時計は航海のみならず、教会、工業、調理などで幅広く使われていた。砂時計には再利用ができ、それなりに正確で作りやすいという利点がある。これらの用途から砂時計の絵は死、起源、チャンス、過去を意味するようになり、特に髭を生やした老人を暗示するようになった。砂時計は中国でも昔から使われていたらしいが、詳しくは分かっていない。ウォリンフォードのリチャードがセントアーバンス大聖堂に作った天文時計英語クロックが指すものは広く、腕時計から大時計までが含まれる。クロックは中世ラテン語で鐘を意味するクラカが語源であり、中世英語クローカ、古フランス語のクローク、中世オランダ語のクロックも鐘を意味する語である。そして当時のクロックは実際にも時報として鐘を鳴らすものであった。もともと鐘自体が時報として使われ始めたものであり、特に船商や修道院でよく使われた。以後この節では、時計をクロックの意味で用いる。時計の動力源には様々なものが使用されてきた。重力、バネ、電気などである。機械式時計を発明したのは、先述したように8世紀中国の遼寧山と一行であるとされている。しかしながら、西洋では14世紀まで機械式時計は使われなかった。時計はもっぱら中世修道院で祈祷の時間を計るのに使用されていた。以後は改良が進み、16世紀にはオスマン帝国のタキアル人が機械式アラーム時計を作り、17世紀にはオランダの科学者ホイヘンスが振り子時計を作っている。初期のヨーロッパの機械式時計中世ヨーロッパ最初の時計職人は、キリスト教の修道僧だった。中世ヨーロッパでは、宗教行事の作法が厳格に定められており、祈祷時間等も正確に決められていた。そのためには、正確な時計とタイマーが必要であり、水時計、日時計、目盛りが付けられたろうそく、およびそれらを組み合わせたものが使われた。機械式時計が使われるようになると、より正確な時間を表示させるために、1日に2回は時計の誤差が修正された。特に時報の鐘の時間は正確であることが求められた。この宗教上の必要性が時計の進歩に非常に大きな影響を与えており、現代の歴史家、トーマス・ウッズは次のように述べている。修道像は優秀な時計職人でもあった。記録に残っている最初の時計は996年頃、後にローマ教皇となるジェルベールがドイツの町マクデブルクに作ったものである。1364年、パドバの天文時計11世紀の文献の記載から、当時のヨーロッパで時計が普及していたことがわかる。14世紀初頭、イタリア・フィレンツェの詩人、ダンテの神曲の中には、鐘を打つ時計が登場する。時計の詳しい仕組みについて解説した初期の文献に、パドバ大学教授で、天文学者のジョバンニ・デ・ドンジによる1364年の論文イル・トラクティタス・アストラライがある。この論文を参考に、各地で機械式時計が作られ、その一つが、ロンドンのサイエンスミュージアムやアメリカ、ワシントンのスミソニアン博物館に伝わっている。このほか、イタリアのミラノ、フランスのストラスブール、スウェーデンのルンド、フランスのルアン、チェコのプラハなどでも作られている。イギリスソールズベリー大聖堂の時計は1386年から現在まで稼働しており、世界で最も古い現役の時計として知られている。オリジナルの部品も多く残っている。この時計には文字盤がなく、決まった時間ごとに鐘を打つだけのものである。ハンドルとギアは鉄の枠の中に収められており、その大きさは 1.2 メートル四方である。枠は金属のペグなどで固定されており、脱進機は王冠歯車型であり、当時最も一般的だったものである。動力はプーリーで繋がれた2つの大きな重りである。車軸にぐるぐると巻き付けられたロープの両端に重りが付けられており、重い方の重りが少しずつ落ちていって、この車軸が回転する。その動きが主車輪に伝達され、脱進機の機構で低速回転する。また、エアブレーキで回転を抑える仕組みも組み込まれている。1390年頃、イギリスグラストンバリーの修道僧、ピーター・ライトフットは、ウェルズ大聖堂の時計を作った。文字盤には、天動説に基づいた天体図が描かれており、太陽や月も地球周りの決まった軌道を回るように作られている。コペルニクスの地動説以前の中世の宇宙思想を表した独特のものである。時計盤の上には2体の人形が置かれており、15分ごとに鐘を打つ仕組みとなっている。この時計の動力は17世紀に振り子と錨型脱進機に入れ替えられ、1884年にサイエンスミュージアムに移され、今でも動作している。同じタイプの時計、ハラロジズがエクセターデボン同セットにも残っている。プラハの天文時計の表示板現在には伝わっていないが、14世紀にオリンフォードのリチャードがイギリスのセントアーバンス大聖堂に作った天文時計というものがある。この時計は16世紀にイングランド王ヘンリー8世によるカトリック修道院破壊で失われてしまったが、リチャードによる記録が残されていたため、原寸大で再建されている。この時計は時刻を表示するだけではなく、太陽の位置や月齢、月食、星と惑星の動き、幸運の車輪ロンドン橋における干潮を表示することができた。現代の歴史家、トーマス・ウッズはこの時計を評して非常に洗練されており、これを上回るものは少なくともこの後の2世紀は現れなかったと語っている。ジョバンニ・デ・ドンジもまた優れた時計技術者だった。彼自身の作品は残されていないが、同じものの複製品が現代にまで伝わっている。デ・ドンジの時計は7面体構造であり、107の部品からできていた。太陽、月、5つの惑星の動きを表すことができ、宗教的な祭日も表示された。当時の大修道院や僧院は、重要な日、時刻を表示するのに、水力式時計に変えて、機械式時計を組み込むようになった。中世を通じて、時計の重要な目的は、宗教活動のためであった。宗教以外の目的が主で時計が使われたのは、15世紀頃からだった。早い例では1466年、ダブリンの裁判所県議会に時計が設置され、公式な時刻が表示されるようになった。これはおそらくこの種の時計の初めてのものであり、針は時刻を表示するためのもののみが付けられていた。この頃、城に時計塔が備えられる例が多くなっていった。例えば1435年のリード城の時計台があり、この時計の表示板には、卓啓のキリスト、聖母マリア、聖ゲオルギウスの肖像画が描かれていた。中世の西ヨーロッパの時計塔は、鐘付き時計であるものも多い。プラハの天文時計は、一説によると1490年に、時計職人、ヤン・ルーゼによって、別の説によると1410年に、時計職人カダンのミクラシュと数学者、ヤン・シンデルによって作られたものである。毎日12時になると、模型人形によるパレードが行われる。1493年、レッジョ・エミリアから来た、時計職人、ジャン・ライニエリは、ベネツィアのサンマルコ広場に、サンマルコ時計台の頂点に備えられた、サンマルコ時計を作っている。1497年、シモーネ・カンパナートは高さ 2.6 メートルの2体の、機械式ブロンズ像が鳴らす、仕組みの巨大鐘を作り、その像は、ドゥーモリと呼ばれた。オスマンの機械時計アラームが鳴る時間を使用者が、調整できるタイプの機械式目覚まし時計の最初は、オスマン帝国の技術者、タキアル人によるものである。彼は1559年に書いた本の中でその時計の仕組みを解説しており、この機械式時計の仕組みには、数々の最新技術が駆使されていると述べている。彼のアラーム時計には、輪の中に棒が置かれた形の警報器が備わっており、設定した時間が来るとその棒が動いて、鐘が鳴る仕組みである。その同じ本の中で、タキアル人は、機械式天文時計についても述べており、天体の動きを、分刻みで表現する性能を持っている。この時計は、アラビア数学に基づいた設計がなされている。彼はこの時計に、さらなる改良を施しており、イスラム天文学についての辞著イスタンブール、オブザーブトリー・オブ・タッキ・アルディンの中で、秒単位にまで改良された旨が書かれている。その説明には、この時計には3つの文字盤が使われており、それぞれが時、分、秒を表すと書かれている。これは16世紀の実用天文学にとって大きな出来事であり、それまでの時計は、天体観測の目的には、不十分なものだった。さらに彼は、時計表示面の文字盤を一つに減らす改良を施しており、一つの文字盤で時間、分、秒が表しており、さらに分の表示には5秒ごとに刻みが入れてある。タキアル人が数々の最新技術を駆使したと呼ぶ最初の天文時計は、バネが使われていたことも特筆に値する。これも世界初であり、1556年のピーター・ヘンレインと、ほぼ同時期である。彼はスプリングを動力とした懐中時計も作っており、これはヘンレインが1524年に作ったのに、わずかに遅れている。ただしタキアル人の時計は、分単位の表示まで可能である。他にも1702年、分刻みが可能な時計を作った、オスマン帝国の職人メッシャー・シェデデがいる。振り子時計機械式時計は、小型化が進み、15世紀には、家庭用の時計が、16世紀になると個人用の時計が作られた。1580年代、イタリアの博学者、ガリレオ・ガリレイは振り子を規則正しく動かす機構を発明した。ガリレオが振り子について研究したのは1582年以前のことであるが、彼は当時、それを時計に応用しようとはしなかった。初めて振り子時計を設計したのは1656年。オランダの科学者クリスティアーン・ホイヘンスだった。最初のものは1日に1分ほど狂うものであったが、後には10秒程度にまで縮められている。17世紀及び18世紀の振り子時計に欠かせない存在なのがイエズス会である。1秒単位で正確な時計が作られており、イタリアの天文学の父ジョバンニ・バッティスタ・リッチョーリは、この時計を9人のイエズス会の会員に対して、1日に8万7,000回ほど振動していると解説している。当時の技術を駆使し、ホイヘンスなど同時代の科学者の助力を得て作られている。近代的な縦長時計は、1670年頃に、王冠脱進機機構が発明されたのに始まる。それまでの振り子時計は旧式の円脱進機が使われていたため、振り子の角が100度近くまで広くなければ動作しなかった。そのため、時計を小さくするためには、振り子の長さを短くせざるを得なかった。それに対して、王冠機構では、振り子の角度は、わずか4度6度あれば十分であり、振り子の長さを長く、周期を短くすることができる。このため、小さな動力で動かすことが可能となり、摩擦や摩滅の影響が小さくなり、以前のものよりも時刻のズレが小さくなった。当時最もよく使われていたのが、長さ1メートルほどの振り子であり、片道1秒で動くものであった。この仕組みから、時計は必然的に細長く、そのほとんどが、振り子が動くスペースで占められる形となった。振り子時計が生まれてから18年後の1675年、ホイヘンスは、イギリスの自然哲学者、ロバート・フックが発明した板バネを改良して、ヒゲゼンマイを発明し、懐中時計の新種輪用の調整バネとして利用した。これにより、懐中時計は非常に正確になり、今まで1日に数時間狂っていたところを10分程度にまで縮めることに成功した。時計メーカー懐中時計の一種時計メーカーは鍵屋や宝石屋のギルドから生まれた。ただし時計製作を専門として大量に作るメーカーが登場するのはかなり後のことである。フランスで時計作りの中心地だったのはパリとブロワだった。特にベルサイユの時計職人、ジュリアン・ルロワは、ケースデザインと装飾で、当時のトップだった。ルロワ家は5代にわたる、時計職人の家であり、同時代の記録には、フランスで一番技術に優れた、時計職人であり、おそらくヨーロッパでも一番であると書かれている。ジュリアンは特殊な周期機構を、発明し、時計の精度を向上させた。彼の時計は、文字盤を開けると、内部の動きがわかるように作られており、彼が制作あるいは監督した時計は3500に上る。他社や他の技術者との切磋琢磨によって時計の正確さはさらに増していった。フランス革命期の1794年から1795年にかけてフランス政府は時刻表示を10進化時間とすることを宣告し、1日を10時間に1時間を100分に分けた。天文学者で数学者のピエール・シモン・ラプラスは、他の多くの人と同様、自分の懐中時計を10進法に変えたことが知られている。チュイルリー宮殿の時計は1801年まで10進法で時間を表示していた。ただし時計を10進法にすることは、天文学者にとっては意味があったが、一般市民にはさほどメリットがなかったため、経済的な理由もあり、メートル法ほどには広まらなかった。ドイツでは、ニュルンベルクとアウクスブルクが時計生産の中心地となり、とりわけシュバルツバルトは木製の鳩時計の特産地となった。イギリスも17世紀、18世紀には時計製作の中心地の一つとなった。スイスもユグノーの職人が移り住んできたため、時計生産の中心地の一つとなり、19世紀にはスイスの工業は、世界で最も高品質な機械時計が作られている、とまで称されるようになった。ワルシャワのアントニー・パテックとベルンのアドリアン・フィリップの、パテック・フィリップは、当時の主要な時計メーカーである。腕時計は1800年頃に、王族や貴族の女性のための美術品として歴史に登場した。1879年には、ドイツのジラールペルゴ社が軍用品として2000個の腕時計を製作している。1900年にオメガは腕時計を商品化したが普及することはなかったと言われる。もっとも、1890年代の写真には腕時計をした軍人が写っている例も多く見つかっている。1904年、南米のパイロット、アルベルト・サントス・デュモンは、親友のフランスの時計職人のルイ・カルティエに、懐中時計に代わる、操縦に適した腕時計を依頼した。カルティエの開発した、サントス腕時計のデザインが社交界で評判となり、販売されたことから、紳士大腕時計が普及することになった。懐中時計よりも戦闘に有利な腕時計は、第一次世界大戦において、将校たちに着目され、さらに下士官兵はもっぱら腕時計を買い求めた。高度な戦略が必要な砲兵や、不評の将校にとって、腕時計は欠かせない存在であった。操縦に適した腕時計は、空中戦に臨むパイロットたちの必需品となった。そこで軍の請負業者は、不評やパイロットのために、腕時計を一括して、大量生産した。第二次世界大戦では、アメリカのパイロットの間では A-11 と呼ばれる腕時計が流行した。それは文字盤が黒地に白地とシンプルで見やすかったためである。2バレル型のクロノメーター海洋クロノメーター海洋クロノメーターは海上で時刻計を測るための時計であり、大航海で経度を求めるためのものである。18世紀、経度がわからなくなり、位置を失った船舶の事故が相次いだため、イギリス議会は1714年に、1日の誤差が3秒以内の時計を作った者に2万ポンドの賞金を出すという経度法を制定した。これに沿った時計を発明したのは、ヨークシャーの職人ジョン・ハリソンであった。彼は1737年に試作機を完成させ、揺れる海上では使用できないものの、1日数秒の誤差とすることに成功した。ハリソンはこの業績をもとに250ポンドの資金援助を受け、途中2つの試作品を披露した後、1759年に直径13センチメートル、重さ 1.4 キログラムの時計を完成させた。ただし、評議会の無理解もあってこの功はなかなか認められず、賞金も半額しかもらえなかった。海洋クロノメーターは基準となる経度の時間を刻み、現地時間の正午と比較して、経度を算出することができる。現代のクォーツ式、クロノグラフクロノメーターは携帯用の非常に正確な時間測定器具である。初期の頃、この言葉は海洋クロノメーターと同じ意味であり、いわゆる経度を測定して、遠洋航海するためのものだった。最近では、スイスの機関コースクの認定基準を満たす腕時計を指す。100万以上の公式認定クロノメーターが認定されており、とりわけ機械式腕時計型のクロノメーターが、毎年コースクの試験をパスし、認定を受け、個々の機械ごとにシリアル番号を得ている。コースクによると、クロノメーターには、動かしたり、場所を移したり、温度が変わったりしても狂うことがないことがまず、求められる。この条件をクリアするために、5つの場所、3つの温度条件で試験が行われる。コースクからクロノメーターの称号が与えられた時計は動作が保証されている。HC-49 内部に組み込まれた水晶石英の結晶が持つ圧電効果は1880年、ジャック・キュリーとピエール・キュリーによって発見された。石英を使った最初の水晶振動子は1921年。ウォルター・KDによって作られた。また、1927年には、水晶振動子を用いた、最初のクォーツ時計が、カナダのベル研究所のワーレン・マリソンと、J・ホートンによって作られた。その後の数十年で、クォーツ時計は研究レベルで非常に正確なものとなったが、真空管を使った非常に精巧な作りだったため、限られた用途にしか使われなかった。1932年には、週ごとの地球の回転率の微細な変化を測定できるクォーツ時計が開発された。アメリカ国家基準局はこれを標準時間用として採用し、1929年から1960年代までの間、後に原子時計にその座を明け渡すまで使われた。1969年、セイコーは世界で初のクォーツ腕時計アストロンを製造した。水晶振動子の高性能さと低コストのため、今でも数多くのクォーツ時計が生産されている。小型原子時計原子時計は現在知られている最も正確な時計である。数千年で1秒と狂うことがない。そのため、その他の時計や時間計測器具の構成に使われている。1949年に最初に開発された原子時計はスミソニアン博物館に展示されている。これはアンモニア分子の吸収線を利用して作られたものであった。現在ではもっぱらセシウム原子のスピン核運動量から求められている。それ以外には水素やルビジウムなどセシウム以外の原子も使われている。ルビジウムを使ったタイプは小さく、電力が少なくて済み、安価でもある。原子時計の誕生は、時計の歴史上画期的なものである。従来の時計は、地球の時点を24時間と定義し、それをいかに正確に計測するかを目的に発展していったのだが、原子時計の精度は、地球の自転速度の精度を上回るようになった。そのため1967年、国際単位計においては、セシウムの性質を時間基準として採用した。国際単位計では、1秒を規定状態の 133CS 原子における2つの電子のスピンエネルギー状態間の遷移に対応する放射が91億9263万1770回繰り返される時間であると定義している。アメリカ国立標準技術研究所が管理しているセシウム原子時計は1年で300億分の1秒未満しか狂わない。そのため正確とは言えない地球の自転速度に時計を合わせる必要が生じ、協定世界時においてウルー秒を挿入することとなった。電波時計は原子時計などの基準時計からラジオなどを通じて送られてきた。時刻計をもとに時間を修正する時計である。普通は単一の情報をもとに修正されるが、グローバル、ポジショニングシステムなど、複数の情報をもとに修正するものもある。電波時計は、ヨーロッパでは1980年代後半から広まっている。2015年3月、東京大学大学院の香取秀俊教授の研究チームが開発した、高校子時計は160億年で1秒しか狂わない画期的なものである。現在公認上、最も精度の高いセシウム原子を使ったものは1015の精度であり、これは3000万年に1秒程度狂ってしまうのに、対し、香取研究室のものは1018の精度である。極低温にした原子を光の波長以下の微小領域、高光子に閉じ込めつつ、そのポテンシャルによる共鳴周波数に対する接動をゼロにするという相反する条件を満たすことにより成功した。ここまでの精度だと一定不変であるはずの物理定数の時間変化さえ観測可能となる。つまり宇宙の誕生とされる138億年前にまで遡っても 0.8 秒しか誤差がないものである。天智天皇の水時計を再現したもの。近江神宮にある。時計という語の漢字は、もともとは、時計ではなかったとも言われる。時計の語源には、諸説があり、中国の日時計、時計とする説、時計が、と、奇形から、時計になまったとする説などがある。用例としても初期には、時計以外の文字が多く、1491年の、聖国寺の記録影、鈴賢日録には、秀俊公家、時計経営、とある。また、1684年の山城国の記録用修譜誌には時計の文字で記事があり、地名昭和属いい時計。元時オランダ国来。との説明がある。このほか、地震儀とも呼ばれた。時計の字の初期の用例として、日本国語大辞典、第2版は1688年の日本永代蔵、昼夜の枕に響く時計の細工仕掛け置きしにを挙げている。日本で最古とされる時計は660年に天智天皇が作らせた水時計であり、漏刻と呼ばれ、遣唐使によりもたらされたものだった。これは、サイフォンの原理で複数の水槽をつなぎ、一定速度で水が溜まるように工夫されたものであった。この装置は、管の詰まり防止や凍結防止などへの配慮、読み取った時刻の伝達などが必要であり、奈良時代頃には、漏刻博士2名と、守る新潮20名などで運営されていた。日本では長い間、水時計が使われ続け、1595年の羅濠寺書にも、時計、蘭国の項がある。なお、900年頃に日時計が使われていた記録もある。ただし、時代が下って、戦乱の世になると、桶時計である漏刻はあまり活用されず、日の出から日の入りまでを6等分した、不定期法が使われるようになり、時計を使う習慣はやや廃れた。江戸時代の差し時計。一定時間ごとに少しずつ針が落ちてくるので、それを波形の文字盤で、季節ごとの時刻に変換する。西洋式の機械時計がもたらされたのは1551年に、フランシスコ・ザビエルが、大内義高に献上したものが最初とされている。また、1611年7月5日、慶長16年5月25日には、1581年に、ハンス・デ・エバロが作成した時計が、ヌエバ・エスパーニャの副王ドン・ルイス・デ・ベラスコから徳川、家康に贈られ、今でも、久能山東照宮に保存されている。西洋では季節によらず、1日を24時間に分けるため、同じ時計が1年を通して使用できる。しかし、日本では、室町時代頃から、日照から日没までの時間を6等分する、いわゆる不定期法が使われるようになったため、季節によって一刻の長さが変わり、西洋時計をそのまま使うことはできなかった。田中久志の万年時計17世紀に鎖国が始まってから戦国時代に伝わった西洋時計の改良が日本独自で行われた。この時計を和時計という。西洋では季節によらず1日を24時間に分けるため同じ時計が1年を通して使用できる。しかし日本では季節によって一刻の長さが変わり、このための工夫が必要だった。このほか、比較的小型の枕時計、4つ足の台の上に置かれた腰掛け時計などが多く作られた。なお、一般の家庭に時計があるわけではなかったので、公共機関が櫓で鐘を叩いて時刻を知らせるサービスがあり、時鐘と呼ばれた。時鐘は昼間の時刻のみを知らせるもので、鐘を鳴らす時刻は和時計や交番時計などで測られた。それらの時計は正確なものではなかったが、複数を用いることで正確を期し、また、晴れの日には、日照時と日没時に補正ができるため、時鐘自体は、比較的正確に運営された。落語の古い演目、湯屋番の劇中に登場する都々逸に、このようなものがある。大きな時計に小さい時計どうして時間が同じだ。しかし、江戸時代の、どの風呂屋にも時計があったとは考えにくく、また、小さい時計は、暗に腕時計を指すものと思われる。明治時代に、三遊亭円遊が改編した時に付け加えられた、ものであろう。徳川家光の時代、本丸御殿の表と中奥の間には時計を置いた、時計館があった。新版は、時計館に金板書が置かれたため、当初は、時計館組と呼ばれた。明治になると鎖国が解かれ、また、時刻も、グレゴリオ暦採用に合わせて24時間均等割に変更されたため、西洋式の時計が再び使われるようになった。当初は輸入に頼り、仕入れた時計は飛ぶように売れた。国産時計は1892年に、服部金太郎が作った成功者で始められ、3年後には輸出も行われるようになった。ありがとうございます。